チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんちの晩ご飯の後のデザートは、ローソンで買ってきたカンコレ猫とグラスの白桃ゼリーやねんけど、グラスがついてくんので、ゼリーこんだけで、ゼリー自体よりグラスがメインやと思うんだけど、グラス付きで440円かそんなやったと思うね。でこれね、猫ちゃんと猫ちゃんと後ろ姿猫ちゃんとこの女の子、これがねカンコレのエラ娘っていうらしいね。エラの時に出てくんねんて。知らんねんちゃん、子供カンコレ好きやから、うん、買ってきてあげてんけどね。で子供にグラスあげて、あっちゃんゼリー食べようかな。睨まれたはぁ言われた。なんかね、子供の友達がこれ食べたらしいんだけど、めっちゃ桃食べてるぐらい美味しかったって言って、ブルンブルンなんか美味しそう。では食べたいと思います。これビリって破ってせんねん。なんでカンコレ好きやねんちの子。はい、あーこぼれたこれだ、うん、一口だけ味見。どう？どう？味は？うん、うまい。おいしい？うん？どう？桃？もらいます。よいしょ。あ、おいしい。うん、確かに桃。食べてます。今ね、400円だったらグラスがついてないと安いと思う。グラスね、いいよこれ。うん、コップあったらあんねんわ、みたいなコップあったらあんねん結構ね、あってな、洗うときに落としてわんねん。でもね、こういうキャラクターもんの怖いねん、こういうの買うの。前もね、コーヒーカップで東宝のコップ買ってね、千何本くらいのやつ欲しいから買ってあげて、うん、絶対割ったらあかんで言って洗うとき怖い怖いあっちゃんよ、つるんって滑って落とすからさ、めっちゃ怖い、うんね、あっちゃんもね昔はそういうの欲しかってよかった、うん、エヴァのネルフのやつとかさ、とかね、いろんなこうキャラクターもの買ってたけど、うん、まあね、やっぱ欲しいねで子供が欲しがったらさ、自分が欲しかった気持ちわかるから、うん、買ってあげようかなと思ってしまうんよね、うん、まあそういうとこね、うん、だから今回もこれね、欲しいとは欲しいやろうなと思って買ってきて、きっちり欲しがったから、うん、でも1個しかなかった、売ってなかった。でこれね、なんかねネットで見たら宇田のローソンはなかったんよ。で桜井か、柏原かどっかしか扱ってなかった。店員入らへんかなと思って子供に言ってなかった。ほんなら小田のローソン行った時に1個だけ置いてあったんよ。なんか買ってきてまあそんな感じでね、欲しがるもんを買ってあげたらいいかなと思って買ってみました。はい、ということです。ではまたね、バイバイ。カンコレの何やったっけ、ね、桃と猫とグラスちゃうわ、猫とグラスと白桃ゼリーでした。こんなキャラクターの子でした。はい、ではまたね、バイバイ。